太ももを細くしたい方は今回のストレッチをやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、足を細くするストレッチということで、スクワットをやっている方はですね、必ずこのストレッチを入れないと足がどんどん筋肉質になります。太ももを細くしたいポイントとしては、必ず ストレッチが必要なんです。というのも、スクワットをすると必ず前もも裏もも使うと思うんですけども、筋肉というのは使うにつれて筋繊維が損傷して、強く硬く筋肉は生まれ変わってくれます。その過程で必ず筋トレをすることによって体が硬くなります。そこを硬くならないようにストレッチをしないとですね、足を細くしたいためにスクワットやランジやっている女性はですね、前もも裏ももがどんどん硬くなって、瞬発的に力が入りやすくなって、どんどん筋肉が大きくなっていく、ムキッとした感じの足になっていくっていう感じになります。そうならないためには、この前もも裏ももを伸ばす必要があります。そこでめちゃくちゃ効果的なのが伸脚です。結構ストレッチ、開脚とか前屈やってる人いると思うんですけども、伸脚が太もも痩せにはとっても大切です。その伸脚を今回説明していきます。ここはマットの上なんですけども、できれば靴下を履いてフローリングの上とかで行うとやりやすいです。伸脚、こういう動きなんですけども、これで裏もも前ももどっちも伸ばすことができています。前足の裏もも、後ろ足の前もも、そしてこれでこういう感じで足を動かすことによって、さらにふくらはぎが伸びます。ふくらはぎが細くなるためには、90度よりもつま先が手前に寄せることができないと、ふくらはぎというのは、ししゃも足になってしまいます。つま先が手前に来れる人ほど、ふくらはぎの膨らみがないです。この伸脚がとても大切です。はじめのうちはですね、こういう感じで、足首も動かす。手をつく。だんだんと足を広げていく。足をどんどん滑らして、ここまで来れるようになると必ず美脚になれてます。ここでしっかり体を反ることによって、後ろの前ももがしっかり伸びます。この体が反らせれる人ほど前ももが綺麗です。これをお風呂上がりにだいたい5秒ずつぐらい、毎日1回伸ばすことができれば、そこはキープできますので、少しずつ毎日ちょっと痛いところまでピンと、ほんと5秒ぐらいです。床が、ここちょっと滑らないんであれなんですけども、床が滑れば一回クッキュッって前足動かすっていうことを毎日5秒ぐらいやってください。まあ、片足5秒として10秒です。今みたいに伸脚、これが美脚のストレッチの鉄則です。前ももだけ伸ばす人ももちろん多いと思いますけども、結構ですね、前もも伸ばすときに寝っ転がって足を折り曲げて、寝っ転がって前ももを伸ばす。この時も腰が上がってしまっていると、ここがですね、前ももが伸びていません。この腰が床にピタッとつけることができれば前ももがしっかり伸びるんですけども、これは前ももしか伸びないので、伸脚をしてですね、前もも裏ももをしっかり伸ばすということが美脚の鉄則です。太もも痩せの鉄則としては、ストレッチを行う。その部位は前もも裏ももを伸脚で伸ばします。各5秒お風呂上がりにやってみてください。ということで、太ももを細くしたいためにストレッチやランジ、足を鍛えている方は必ず伸脚をしてくださいというストレッチ方法でした。今回もご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンとコメント、そしてシェアもよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。
you